さてじゃあ続きを。大事なことは2つ。行きましょうか。1週間前、回想か。あ、まだ生きてた時か。いい顔してるな。あ、なーる。ん？あ、もう後なんだ。かまいたちの夜みたいなシルエット。自殺。暗い感じの子、ミオちゃんか。守ってたんやぞ。お母さんは最後。わ、優等生。なんだよズリーって意味わかんねえ。え、京本。臨時休校か。お、ミオちゃん。ミオちゃん、俺がちょうど好きそうな体型してんだよね。や、やっこちゃんはこっちだろ。どうだろう、いきなりこれから行くか。あ、出た。キス顔。確かに。
まあな。うん。だってそうか、そうなってんのか。非常勤の帰りの秘術。俺はこんないい子をやっちまったのか。うん。あらあら。死の真相。あ、色っぽい。いい人。かわいい。資料。白石みちお関連のメモ。ああ。自殺に関するメモ。死因1週間前に南割下水通り近くの路地裏にて。全身挫滅の状態で発見された。マンションからの転落死と判断されている。動機に関する情報。白石道夫の両親は最近再婚しているが、生徒の間では新しい父親から暴力を振るわれていたといった噂もあり、それを苦にしての投身自殺とみられている。うーん、2年 C 組。あ、戻ってきたってことか。うん。悪いでしょう。この角度いいなあ。あ、うわあ、強そう。気持ち悪い。若林。呪いの道具。うん。暗い地の底から怖
心に直接。呪い殺す。サイポン。まあ一応落ち着いてみる。そうだね。科学や文化の発展。確かにね。昔は心霊番組とかね、UFO とかいろいろあったんですけどね、番組。事実。まあでも時代的にはいいよね。一番オカルトがブームだった時代だから。いやでも俺はちゃんとファイルを見てるから知ってるぞ、ミオちゃんの正体。そのために来たから。キス顔。まあ確かに。お、呪いについて七不思議。呪い、学校の七不思議とかになるのかな。いやでも違うよな、これタイトルがだって。まあ一応呪い。力を得たか。まあ確かにそうか。呪いの力。掘る。あ、そうだよね。牛の国参りとか失敗すると自分に返ってくんだよね、確か。霊野菜。場の形成。磁場ですか。文字ないのにし、特定の時期とかの時間とかあるのかな。 3,4 キロでけえな。誰か。霊野菜。霊的効力を一時的に高める場を形成するための術式。場にある特定の霊力を高める他にも、その地に存在していた恨みや思念を増幅させるといった使い方もされる。
霊野菜の効力は図書さの霊力に左右されるが、時間や範囲を限定することで本来霊感を持たないものにも呪詛の行使が可能になるなど、霊力を高めさせることも可能となる。ほう、まだいけるのか。行こう。うん。日が暮れている間だけ。ああ、うん。呪い殺すには個別の発動条件。なるほどね。うん。30秒間。足洗いとちょっと似てんのかな。あれも声聞かれたらもうっていう。あいつはでもどうなんだろうな。30秒とかはないのかな。念じれば。危ねえ危ねえ。うん。うん。まだいける。ほれほれ。かしり主。お詳しいですね。ああ、拒否反応。うん、もうなんかだからもうターゲッティングされちゃってるからってことなんだろうね。離れたくない。うん、走り主。でもあれか、お話の分だけいるって考えるとめちゃくちゃいるんじゃねえか、もしかしたら。うん。うん。夜の間使わないか。なるほど。七不思議について。バカ林を知ってるのか。うん、ゆかりの。あ、そっか。なるほどね。力が欲しいかってやつですね。うん。ああ、そこでやられてしまったわけか。呪いの秘術について。あ、呪いじゃない、よみがえりか。未練か。
ああ。やれんのか。何か入ってる。見れる。そうだから本物っぽいからな、ミオちゃん。それ。ダメ絶対。複雑ですな。すいません。見回りか。え？停電？いや、ついてなかったか。これってもしかして。ミオちゃん、ヨウコさんみたいに。来るな。え？これ何が見えてんの？俺にも。なんか赤く光らんかったかいな。ほう。後ろ、くるって後ろ、え、これやだー、これあ、よかったー。ということでしょう。俺すげえ気張ってたけどやっぱあれだな、やりに来てますな。うん、ホラー表現とかあれなんですけど、びっくり系はさすがに無理なんでじゃあ、まあ控えてほしいけど、そういうゲームだからな。というわけで今回はこの辺で、先が気になりますな。